上手？町本、よっしー、飲み物ありがとう。あみ来たよ、宿来てくれてありがとう。東武動物公園でカレー屋さん見てきました。わあ、いいな。うなぎまんちゃん羨ましい。私もさ、行こうと思ってたんだけどさ、ちょい遠いんだよね。ちょい遠くて。マロちゃん、シャボン玉ありがとう。ちびパパ、バラありがとう。よっしー、タコありがとう。プーシャン、テンサーミちゃん、バカさん、テンサーミちゃんありがとう。あちゃん、バラありがとう。もちちゃん、こんばんは。しんちゃん、ハートありがとう。ぽちゃんもラブレターもありがとう。まなくん、こんばんは。高本あみちゃん、ちいかわ好きっぽいので今度一人でちいかわラーメン行きますって。え、いいな、ちいかわラーメン行きたいんだよね。バカさん、愛してる、嬉しい。リリーちゃん、バラありがとう。ヘロヘロちゃん、流れ星ありがとう。マクマクちゃん、こんばんは。あこちゃん、こんばんは。来てくれてありがとう。あちゃん、流れ星ありがとう。昼過ぎの配信はライブ会場にいたから無言でキラ星だけって。ありがとね、カツちゃん、キラ星もタワー拍手って。夜も来たよ、マロンちゃん、来てくれてありがとう。ポチャマ、ハートありがとう。愛してる、嬉しい。ニジコンさん、ワースタさん、フルーツジッパーさんとか普段見れないグループ見れてよかったよって。いいな、羨ましすぎる。タンキチくん、こんばんは。ポチャマ、ハートありがとう。リリーちゃん、バラありがとう。おピソちゃん、こんばんは。ポテおじさま、こんばんは。まちもとハートありがとう。あこちゃん、バラいっぱいありがとう。みーちゃん、100キラありがとう。くーちゃん、こんばんは。ブレイブブレイドちゃん、ペンライトありがとう。後ろかわいいって、そう書き直したよ。ポコちゃん、こんばんは。テンサーミちゃん、いすずちゃん、ありがとう。どういたしまして、頑張ってね、ずっと応援してるよ、大好きって。ポチャマ、ありがとう、本当にありがとう、本当にありがとう。画伯だけど字は上手って、ね、これ8割の絵描いたんだよ。でもブルマリちゃん、テンサーミちゃん、ベビちゃん、おはよう。マロンちゃん、虹ありがとう、嬉しい。虹ありがとう。高本亜美ちゃんとちいかわラーメン行きたいのに DM 送れないので一緒に行けないのって。え、 DM やってみたんだけどできてない。送れるはずなんだけど。私のさ、プロフィールにさ、メッセージってとこ出てきてない。ちいかわ上手に描けるのになんで画伯なんだって8割はもう描き慣れてるから。日曜日の夜にありがてえ。サタボー、来てくれてありがとう。おピソちゃん、ハートありがとう。ブルマリちゃんもハートありがとう。いっぱいサンレーハートもありがとう。二日酔いなのに水割りが美味しくてごめんなさいまあ迎え酒みたいな感じ。大丈夫。プードル良かったですかって。え、そう、可愛かった、めっちゃ。なんかね、なんかさ、猫カフェはさ、何回か行ったことあって、猫ちゃんたちは全く近寄ってきてくれないんだけど、ワンちゃんは結構みんな自分から来てくれる。プーさん、こんばんは。なお、こんばんは。ちょいチケット代高かったけど、たまにはいいグループ見に行くのもありだねって。いいなぁ、羨ましい。キラ100、ありがとう、プーさん。タンさんくん、こんばんは。来てくれてありがとう。アフロディーテ、バラありがとう。リリーちゃん、定期ありがとう。ポテおじさま、シャボン玉ありがとう。炭酸くん、ハートありがとう。この絵はめっちゃ上手って。これ上手でしょ、上手でしょ、いい感じ、見やすい。炭酸くん、ハートありがとう。パパパちゃん、こんばんは。ヨシフミ、こんばんは。 DM 送れない、プロフィールにメッセージもないって。嘘、本当に設定したんだけどできてない。みんなもできてないのかな。でも確かにみんなから DM 確かに来ないんだよね。なんでだろう。マロンちゃん、タコありがとう。ハチワレちゃんは上手に描けるんですねって。そう、ハチワレちゃんは描き慣れてるから。ニンニクカラメで、ニンニクカラメ、カレアエさん、タカネコさんの曲聴きますかって。もちろん大好きですよ。30分に1回ね、歌わせていただいてます、配信で。アミお嬢様、ごきげんよう。決して DD ではありません。中村モンドちゃん待ってたよ、また見に来るね。ありがとう、ポチャマ。アオンちゃん、こんばんは。来てくれてありがとう。
ポロリンこんばんは、来てくれてありがとう。イススちゃん、クマちゃん、アイラブユー、ありがとう。みのいろクマちゃん、ありがとう。嬉しい、イススちゃん、イススちゃん。嬉しい、ありがとう。大好き、言葉にできなくて、それだけが言えなくて、でもね、いすずちゃんに出会えてよかった、思い合えること、 My love forever。 ありがとう。かけ、来てくれてありがとう。かけさん、絵もうまいんだねって、え、嬉しい。八割ちゃんです。昨日まで遅れたけど、今見たら遅れなくなってた。うそ、ほんとに？待って、なんで、なんか変なとこ押しちゃったんかな。中村モンドちゃん、色星ありがとう。色星じゃないや、レインボースターありがとう。8割画像プロフィールに使ったら運営さんに削除されたわよって。あ、ほんとにダメなの。いすすちゃん、バラありがとう。りなちゃん、天さみちゃん、来るの遅くなっちゃった。りなちゃん、来てくれてありがとう。歌声聞きたいですって。30分に1回歌ってるから9時半ぐらい。よしふみ、アクア、こんばんは、来てくれてありがとう。ゆうべお店の生ビール10リットル樽を1人で減らしちゃって、追加発注しなきゃって言われました。え、すごすぎない？ビール10リットル10リットル飲んだの。ひらがな斉藤ちゃん、こんばんは。直樹くん、こんばんは。中村モンドちゃん、バラありがとう。さしゃずきちゃん、来てくれてありがとう。見て書いたらうまいんだねって。そう、見ながら書いたら割と書ける。本当に干されい。違う、でもみんな送れないみたい。だって誰からも来てないもん、DM。ねえ。しゅうちゃん、こんにちは。来てくれてありがとう。ゆなちゃん、来てくれてありがとう。よしふみ、オッケーってありがとう。おろろ、こんばんは。さしゃずきちゃん、シャボン玉ありがとう。レフバンちゃん、こんばんは。なおひと、ちらって見てくれてありがとう。これ今何人見てるって、うん、何人見てるかわかんないんだよね、これ出ないからさ。好き好きチュッチュが最後のメッセージなの嫌すぎる。待って、ちょっとなんでだろう、なんでだろう。ちょっとインスタの DM の件については本当にたくさんの何、遅れないっていう声をたくさんいただいてるんですけど、私にもわかんないの、やり方。ケンジーさん、来てくれてありがとう。ゆなちゃん、バラありがとう、ありがとう。ちょっと待ってね、またやってみるわ。なんでだろう。ゆなちゃん、ハートもありがとう。え、 DM 開放してたのって。え、開放っていうか、なんか、お、あの何、ストーリーとかに返信してくれたやつとかを見てたよ。ゆなちゃん、ハートありがとう。いえ、私はビールをジョッキ、ビールジョッキ7杯飲んで4杯おごっただけですよって。え、すごすぎる、本当に。小山君、二日酔いなの気をつけて、しじみの味噌汁飲んでください。パパパちゃん、シャボン玉ありがとう。なんでだろう、でもちょっとわかんないけど確認します。色星もありがとうございます。こんばんは、みちゃん、今日もかわいい。ゆなちゃん、嬉しい、ほんと今日も来てくれてありがとう。中村モンドちゃん、ハートありがとう。星のやつが視聴人数かって、これはなんか盛り上がり度なんだよね、星はね。そうなのね、そう、ありがとう、レイくんも。あ、しじみって、小山くん。あ、しじみ、ゆなちゃん、いらっしゃいませ。アフロディーテ、コチャッペちゃん、ハートありがとう。のぞみちゃん、こんばんは。中村モンドちゃん、シャボン玉ありがとう。トラテツちゃん、来てくれてありがとう。マクマクちゃん、ハートありがとう。牛タンさん、来てくれてありがとうございます。こんばんは、高本亜美です。あ、あ、やばい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 。可憐なアイボリーさん、新メンバーオーディションに参加させていただいてます。1ポイントからでもとっても力になります。明日と明後日で
予選が終わります。なあ伊藤さん、来てくれてありがとう。1回は遅れるけど2回目以降は承認されないとダメって出たよ。インスタの名前違うけどプロフは一緒だよって。あー、ありがとう竹本ちゃんも、ありがとうね。1回は遅れるけど2回目以降は承認、本当なんでだろう。なるほどね。リルルちゃんこんばんは、来てくれてありがとう。別名みーちゃんですって。あ、みーちゃんみーちゃんありがとうね、来てくれてね、ありがとう。リエちゃんズ2回目ありがとう。王子様ハートありがとう。竹本ちゃんもハートありがとう。安明くんこんばんは、2回目ありがとう。きらぼし色ぼしもありがとうございます、見えてます。バカさん愛してる、嬉しい、ありがとう。あ、トラテツちゃんハートいっぱいありがとう。ユナお嬢様ごきげんよう、フリフリ。中村モンドちゃん、トラテツちゃんハートありがとう。ロビンちゃんこんばんは、猫電車来てくれてありがとう。スージーちゃんバラありがとう。ありがとうございます、みんないっぱいありがとうね、本当に。天才みちゃんありがとう、スージーちゃん。みーちゃんさんですね、覚えました、みーちゃん。しょうちゃんこんばんは、来てくれてありがとう。かいとくん、天才みちゃん来てくれてありがとう。もうさ、明日と明後日で予選終わる。え、なんか5日間だからあっという間。今見てきたけどストーリーに DM 送れないねって。あ、本当に？本当？ちょっとごめんね、ごめん、誰も送れないみたい、ごめんなさい本当に。ちょっと私もやり方わかんないんだよね本当に。おやまーくん投げ中して、おやまーくんありがとう。マクマクちゃんハートありがとう。コチャッペちゃんバラありがとう、ありがとう。リリーちゃんありがとうね。そう、あさっての21時59分までです。予選の次が準決勝があります。準決勝6、8月2日から6日。ありがとうねリリーちゃん。そう、2日から6日です。ドキドキ、本当にドキドキ。もう準決勝からは本当にどのブロックになるかが結構大事だよね。ノーリこんばんは、眠いので先に失礼します。クッシー寝ちゃうの。ケイタくんこんばんは、来てくれてありがとう。リリーちゃんありがとうね。そう、決勝、決勝は9日から13日です。ありがとう本当に。もうドキドキだよ本当に。準決勝も一緒に頑張らせてねって。もうありがとう本当に、ゆなちゃんありがとう本当。頑張ります、頑張ります。絶対合格、絶対合格。まだの方はみちゃんのフォローぜひお願いします。ありがとうしんちゃん、ぜひぜひ。フォローしてないよって方は右上のハートボタンを色つけてもらえたらフォローしたよってことになります。あみちゃん今日も暑かったね、まだまだ暑い日続くから体調気をつけて。ありがとう雲のじゅうだちゃん、気をつけます。みんなも気をつけてね。何時までだっけこの枠って。23時までです。ラーくん2回目来てくれてありがとう。TikTok で流れてきて可愛いなと思ったので来ました、頑張ってください。え、ありがとうカイトくん、来てくれてありがとうございます。嬉しい。可憐のアイボリーさんの新メンバーオーディションに参加させていただいてます。1ポイントからでも本当に力になります。そして、初めましての方も電話番号認証を絶対絶対お願いします。電話番号認証してないとせっかく投げてくださったポイントが無効になってしまうので、
電話番号認証必ずお願いします。ミミさん2回目ありがとう。タカさんこんばんは。キャフキラありがとう。そう今日そう23時もありがとう。リリーちゃんもキラ星色星もありがとうございます。見えてます。しんちゃんシャボン玉ありがとうね。ありがとう。今日は今日はっていうか、あそう今日ね、あのねネットでねオフ会の時にこれ着ようと思ってた衣装を買ったの。オフ会の時に着る衣装をネットで買ったのね。で今日届いたので、さっき着てみたんだけどめっちゃいい感じ。ちょっと衣装みたいな、でもめちゃくちゃ衣装すぎない感じのを着るので絶対見に来てください。向井だ2回目ありがとう。さしゃずきちゃんだるまありがとう。せいようちゃんこんばんは。みのるこんばんは。来てくれてありがとう。せいようちゃん流れ星とハートありがとう。ありがとうございます。きら星色星もありがとうございます。しんちゃんハートありがとう。楽しみ。夏は暑いけど野外ライブめっちゃ楽しい。あみちゃんも野外ライブしたいって。したい、めっちゃやりたい。もう一回、なんか前に野外ライブをさせていただいた時にみんなに水鉄砲でこうやってバーって水かけてたのね。それもう一回やりたい。配信でも来てねって竹本ちゃん。オフ会終わったら確かに来たいな。よっしー天才あみちゃん来てくれてありがとう。きら星色星もありがとう。思わせぶりとか絶対許さないからね。チュッてしてかわいい。あの子はどうしてるかもしれないけど。しんちゃんシャボン玉ありがとう。みずきさん来てくれてありがとうございます。こんばんは、高本あみです。カレンのアイボリーさん新メンバーオーディションに参加させていただいてます。ぜひ覚えてくださると嬉しいです。でもさ結構これ見て8割が好きってさ伝わるよね。この8割が好き。宇宙人だちゃんこんばんは。わーかわいい衣装楽しみだって。あーちゃん、あーちゃん嬉しい、楽しみだ。私も9月の23日、お昼らへん、お昼ぐらい、お昼頃開けておいてもらえたら嬉しいです。 TikTok から来ました、こんばんは。マナくん来てくれてありがとう。嬉しい、マナくん、ありがとう。まこちゃん、三連ハート、ありがとう、こんばんは。あみちゃんの包容力の高さを評価してますって。包容力しょうちゃん嬉しい、ほんと。みんみんちゃん200回目訪問ありがとう。200度目まして。竹本ちゃんシャボン玉ありがとう。なちゃんこんばんは。天才的に可愛くて鬼のように怖いあみちゃんこんばんは。なんでよ、なんで鬼のように怖いの。ともとも天才あみちゃん来てくれてありがとう。コラスケ牛尾さん来てくれてありがとうございます。200回ありって、200回ありがとう。みんみんちゃん、まなくんフォローありがとう。ありがとう、これからよろしくお願いします。こいこいさんこんばんは。紙ストローが嫌で待ってた曲がるストローが空港の検査で引っかかりポーチの中まで全部調べられました。あーそうなの。ストローってさ引っかかるんだ。おもさん来てくれてありがとう。つっかこんばんは。しゅんちゃん来てくれてありがとう。ポーチの中には推しとのツーショットチェキが入っていたのって。いやでもわかる、私も空港でね引っかかったことある。空港で何で引っかかったっていうとかっていうと、あのケープ、あの髪の毛固めるさスプレーがちょっと大きかったから、ちっちゃいやつだったらなんか大丈夫らしいんだけど、大きいのを持って行っちゃって引っかかった。あ
焦るよね、空港とかでさ荷物検査で引っかかるとめっちゃ焦るよね。ポテチこんばんは、来てくれてありがとう。あ、みーちゃん、つむちゃんルームで100キラ投げてきました、今日イベント最終日らしいのでって、あー、なって、私も行けなかった。もうくまたかちゃんバラありがとう、しゅんちゃんシャボン玉ありがとう。スプレー缶は蓋があれば割とオッケーになりますって、お山くん、そうだね、そうそうそう、なんか一回確認されてでも大丈夫みたいな感じだったけど。オアシスさん2回目来てくれてありがとう。雲のジューザちゃんハートありがとう、ありがとう、みんな来てくれて。好き中の好き中の好きになっちゃダメっつーの、好き中の好き中の現実とか知らんつーの。あ、ベビちゃんハートありがとう、ベビちゃんハートありがとう。つむぎちゃんより伝言、行けなくてごめんね、また遊び行くねだってって、あい、ありがとうみーちゃん、私もです、本当にお互いイベント中だからね、なかなかね。カイトくん初訪問ありがとうございます。はじめましての方もこんばんは、高本亜美です。可憐なアイボリーさん新メンバーオーディションに参加させていただいてます。チョコと餃子が好きです、ハチワレも好きです、モップくんも好きです、サンリオも好きです。覚えていただけたら嬉しいです。そして1ポイントからでも本当に力になります。キラ星も色星もありがとうございます。ユキさん初訪問ありがとうございます。カズくんこんばんは、来てくれてありがとう。もう予選もあさってで終わりなのさ、早いよね。はじめましてのフォロー、はじめましてさんのフォローが欲しいって、ね、本当にはじめましてさん、よかったらフォローしてくださると嬉しいです。右上のハートボタンを色つけていただけたらフォローしたよってことになります。あ、カイトくんフォローありがとう、ありがとう、これからよろしくお願いします、ありがとう。いや、くまちゃん I love you、 あ、マロンちゃんありがとうございます、ありがとう、嬉しい、くまちゃん I love you、 ありがとう、 I love you くまちゃん、ありがとう。カズくんいっぱいハートありがとう。たけし、たかしレベル上がった。つーちゃんこんばんは、来てくれてありがとう。静岡のたかひろさん久しぶりだ、ありがとう来てくれて。まなくんハートありがとう、あー嬉しい、まなくんありがとうね、そうです、そんな感じでギフト、すごい、まなくんもう使いこなしている。キー2回目ありがとう。青いラブクマちゃん拍手ね、ありがとう、青いラブクマちゃんありがとう。キラ星、色星もありがとうございます。静岡の高弘さんだ、バラありがとう、凍ってるバラありがとう。予選通過なんてアミちゃんにとってはシャーペンシルの 0.5 ミリ、へし折るくらい耐性が、そんなことないから、お山くん本当に何があるか分かんないからね、何があるか本当に最後まで何があるか分かんない、配信って本当に何があるか分かんないから。SK コーヒーちゃんこんばんは、来てくれてありがとう。天才みちゃん、あ、静岡の高井のサンダルもありがとう。クワちゃん嬉しい、ありがとう来てくれて。アミちゃんズになったよ、クワちゃん148人目。リリーちゃんありがとう、定期ありがとう。シさんこんばんは、来てくれてありがとうございます。初訪問の方もこんばんは、高本亜美です、名前だけでも覚えていってくださったら嬉しいです。カレナエボリーさん新メンバーオーディションに参加させていただいてます、ありがとう。キラ星、色星ありがとう、見えてるよ。ペチャさんこんばんは、キラ星ないと思ったら昼配信で投げたんだったって、あ、ありがとうね、そうさっきお昼の時にね15時またぐ配信したから、
決勝を突破するには多くのフォロワーさんの力が必要って、いや本当にそう、本当そう、準決勝決勝ってなると絶対本当にすごい戦いになる。いつもほくろ描くときアミちゃんとお揃いって思いながら描いてるって、嬉しい、リナちゃんお揃い。予選準決勝決勝ラストチャンス、またこの流れですかねって、そうそうそう、この流れでもラストチャンスまでは絶対いかないように頑張ります。決勝でなんとか。確かに6位から1位とかあるって、そうなの、ほんと中村モードちゃんで、アミちゃん寝てたとって、ちょっと寝てました、ちょっと寝て、でこの髪を書き直したりしてた。わっ、ごめんごめんごめん、携帯が落ちた。失礼しました、ちょっと寝てた、見ちゃった嘘、見えた、ごめんね、失礼しましたキャーみちゃんって、失礼しました。大丈夫、ちゃんとちゃんと履いてるから大丈夫です。放送事故のもの映った、嘘、待って、ズボン見えた、嘘、本当に、安心してください、履いてます、大丈夫です蛤だったねってそう、ちゃんと蛤だったでしょ。おもさん来てくれてありがとう、こんばんは、ハマケンさんこんばんは、ひめらぎさんこんばんは、けいたくんこんばんは、名前しがあって、嘘、名前し見えた、そう、失礼しました、すみません、履いてますって愛してるって、え、髪燃やしていたのって、髪燃やしてないよ準決勝1位抜けがベストなんだけどね、ブロック分けも重要だよねって、いやそうなんだよね、本当にそうなの。でも準決勝1位、準決勝を1位狙う人は絶対いっぱいいるから、え、おもさん、くまちゃんありがとう、え、嬉しい、おもさんありがとうございます、嬉しい、ありがとう、おもちゃんに恋していいですか、私じゃダメかな、もうどうしようもないくらい思い止まらないな、うん、ずっとずっと一緒にいれたらいいのに、ありがとう、おもさん嬉しい、ありがとうございます、やった、嬉しい、くまちゃん I love you くまちゃん、ありがとう、初見さん大歓迎ってね、本当に初見さん大歓迎です、本当仲良くしてくださると嬉しいです。よしふみ、おんみくさんこんばんは、バリーちゃんこんばんは、前の推しは TikTok 配信で同じ感じでミニスカ全ん？ミニスカ？一瞬もろ見えになったハプニングがあったえ、ほんと？配信本当に、配信って何があるか分かんないよねって今さ、ちょうど話してた時にさ、6位が1位になることもあるよねって言ってて、これよ本当に配信って何があるか分かんないんです。まなかちゃんこんばんは、あみちゃんなら準決勝1位抜けするしかないって、そう、1位抜けするのが一番だけど、ちょっとどのブロックになるか分かんないから怖いな、本当に。だってさ、ブロック数も少なくなるから絶対。バックハウスちゃんこんばんは、天才みちゃん来てくれてありがとう、シャボン玉もありがとう、
ということで、もうそろそろお歌のお時間に行きたいと思います。オーディション頑張ってください。ありがとう、おもさん、おもちゃん、ありがとう。かわいすぎる、嬉しい。バックハウスちゃん、みーちゃん、はっ、はっ、みーちゃん、はっ。お歌のお時間、ティフ組と一緒のブロックになると大変だよねって。アリちゃん、そうなの、本当に。カレアイちゃんになってどうしたいか聞いてみたいって。カズくん、あ、カレーのアイボリーさんに入って今まで叶えられなかった夢を、憧れのカレーのアイボリーさん、そして大好きなメンバーさん、そしてずっとずっとずっと昔から聴いていたハニーワークスさんの楽曲で叶えたいです。で、あの、そうだね、もっともっとあの頑張って、実力面でも頑張っていて、4年間培ったアイドル経験を生かして、もしメンバーにならせていただくことができたら、貢献、グループにも貢献できるように、もう何でもやりますの気持ちです。そうきくん、こんばんは。レイさんの奥歯の1ヶ月分の家賃使い込めば大丈夫なはずって1ヶ月分ね、あ、奥歯の家賃100万円、え、呼んだ、来たよって。ピザーラです。リンタくん待ってたよ、お疲れ様です。カンキチくん、ありがとう。あえて激戦になるように組み合わせてくると思うよって。いや、でもどうなん、どういうブロックになるか、本当にもう運でしかない。しょうちゃん、あみちゃんは日本一の癒し系の女の子、嬉しい。ナンバー416、高本あみ、カレアイオーディション、ありがとう。リリーちゃん、配信審査で一緒のチームだった人と同じにならないことを祈ってますって。え、ほんとそうだよね。なんかさ、そんなに同じチームだったのにみたいなね。面接っぽく聞いちゃってごめんねって。全然だよ、何でも聞いてください。何の曲にしようかな。これにしよう。オーディション組のつむぎちゃんも頑張ってるよってね。もうみんなでもそのいろんな道でさ頑張っててさ、そう、私も頑張ろうっていう気持ち。あみちゃんに何でも聞いてねいつもの振り分けだと普通に激戦ブロックを作るよなって。そうなの、ほんとそうなの。ということで、一曲お歌タイム挟みたいと思います。いきます。聞いてください。金曜日のおはよう。おはようのオーディションして、髪型もバッチリ OK。 金曜日だ、今日もいるかな、ちょっと気になってるかもね。8時0分待ち合わせ、いつもの場所2番ホーム、みんなは飲まれるそうですね、そんな日常。8時7分2車両目、向かいの人目が合うの、なんでだろう、その答えはいつか聞ける。聞いかけシンプルでいいのに恥ずかしいな、制服同じでも挨拶変かなって。おはようのオーディションして、
前向きな自分になって、金曜日は頑張らなくちゃ、だって2日会えないからね。笑ってる君を見たらそれだけで元気が出ちゃって、恋だって頑張らなくちゃ、そっと声に出してみた。ありがとう。モデルオーディションとかよくある組み合わせ、決勝に元 HKT さんのメンバーいたりって。え、そんなことあるの？お歌のお時間、拍手ありがとう。運営さん、そうね、運営さんが決めてくださるから、私はまだどこのブロックかわかんない。ニロチックス、こんばんは。明日は月曜日ですけどね明日は月曜日だけど、金曜日のおはよう。この歌好きなの。ロックマン、こんばんは。リリーちゃん、音符ありがとう。リンタク、シャボン玉ありがとう。かんきちくん、ペンライトありがとう。しーちゃん、ハートありがとう。ケンジくん、こんばんは。リンタク、ペンライトありがとう。あーちゃーん、くまちゃん、アイラブユー、ありがとう。あーちゃーん、ありがとう。あーちゃん、あーちゃん、嬉しい、ありがとうね、本当に。あちゃんが好きっちゅうの、好きっちゅうの、好きになっちゃう。ダメっつーの、好きっちゅうの、好きっちゅうの、現実とか知らんつーの。あちゃん、ありがとう。あみちゃんの配信は落ち着ける、癒されるって。いや嬉しい、クワちゃん。ケンジくん、ペンライトありがとう。青いラブクマちゃん、拍手。リリーちゃん、音符ありがとう。おピソちゃん、ラーメンの絵文字やめてよラーメン禁止してるんだから。ケンジくん、ペンライトありがとう。リナちゃん、かわいい、嬉しい。キラリン、こんばんは。シュンちゃん、ハートありがとう。アミちゃんがいっちゃんかわいいって言ってくれてる。シュンちゃん優しい。モコちゃん、こんばんは。リリーちゃん、ありがとう。カレアイちゃん、めっちゃいいグループなのに何か足りないって思っていたら、なになに。おピソちゃん、ハートありがとう。春尾さん、こんばんは、来てくれてありがとう。みーちゃん、秘宝モバイル決済限度額上限に達したんでギフト購入できませんでした。あら、みーちゃん、何を購入したの、そんなに。サムさん、こんばんは。ももちゃん、ハートありがとう。かーくん、こんばんは、来てくれてありがとう。リリーちゃん、ありがとう、感謝。月曜日の憂鬱しんちゃん、いや本当にそうだよね、月曜日の憂鬱だし。そう、みんな偉い、本当に。だしさ、時間経つの早いし、休みの日って一瞬で終わらない。ももちゃん、ハートありがとう。新たな風を吹かせてほしいなって思ったんだよって。カズくん、うんうんうん、確かにね。リリーちゃん、音符ありがとう。カーくん、結婚してありがとう。ぬいぐるみもあみちゃんも可愛い。しょうちゃん、嬉しい、ありがとう。おピソちゃん、パチパチ。リリーちゃんもしんちゃんもパチパチ、ありがとう。キック、こんばんは。カーくん、バラありがとう。キック、ハートありがとう。休みの日だけ一日の時間短いですよね、おかしいですよねって。本当にわかる、しゅんちゃん、本当に。なんか一日お休みの時って一瞬すぎる。一日が一瞬、24時間じゃ一日足りないよって感じ。でもなんかそう、働いてたりとかすると、何、一日めっちゃ長く感じる時もあるよね。ジェネル、こんばんは、来てくれてありがとう。クワちゃん、音符ありがとう。今月お買い物しすぎちゃっててヘペロって。何買ったの、何買ったの。え、私はオフ会の衣装を買ったんだけど、オフ会の時の衣装を買って、もうみんなに会えるのが本当に楽しみです。もう2ヶ月前から買っちゃったんだから、みんなに会えるの楽しみすぎて。かーくん、ハートありがとう。でもそれ以上に、一番はね、もう合格しておめでとうの会に絶対したいから、
もう絶対合格します、絶対絶対合格します。ももちゃん3連ハートありがとう、うさぎさん2回目ありがとう。おはようのオーディションして、オフ会何か準備進んだって、かんきちくん今の現状的には、衣装を買って、衣装を買ったっていうことと、で届いたよってことと、でもやりたいことリストを投げて、その返答待ちって感じ。うみちゃん頑張ってて、リリーちゃん頑張る、ありがとう。ゴールドの使い方がわからなかったってカー君。ゴールド、小ゴールド、 SG のこと、 SG のことかな。右下にあるキラキラがあると思うんだけど、そこ長押しするといっぱいギフトが出てきて、そこからこう連打する、こう押して、なんて言ったらいいの、例えばハートを押したらハートがチョンって一番右下になるから、それをこうやって連打すると10個連続とかで投げれる。料理用の高級食材とかゲームソフト大量購入とかって、あー、そうだったの高級食材すごいリッチだ。そうきくん、あみちゃんズになった149人目、ありがとう。トミーさん100キラありがとうございます。あみちゃんに早く会いたいし、おめでとうしたいよって、あーちゃん本当にもうだから頑張ります。だからあと2日で予選終わるじゃん。予選終わって、その後準決勝が始まって、準決勝決勝ラストチャンスがあって、もうそれが終わって、その後に最終審査も通ったら絶対決まるから、うーん怖いよ。エイジ君こんばんは。こちゃっぺちゃん、あみちゃんズになった150人目、ありがとう。ポタさんこんばんは、来てくれてありがとう。たけるくん2回目ありがとう。たけるくん教えてくれてありがとうって、かーくんこちらこそだよ、ありがとうね。ひろきくんハートありがとう。 TikTok 配信お疲れ様、シュッシュッ来てくれてありがとう、嬉しい、ありがとう、シュッ嬉しい、来てくれた、ありがとう、シュッ。こちゃんぺちゃんバラありがとう。じじじジジクロ GT さん来てくれてありがとう。僕は日々食費をどうすれば削るか考えてます。食費食費ね、確かにね、かかるよね、ほんと。エビカレー大好きなんで、定期的に業務用スーパーで冷凍エビを買うのよって。あ、わかる、え、冷凍エビわかるよ、美味しいよね。決勝進出して、できればそこで決めたいってね、ほんとにそう、リリーちゃんほんとにそう、ラストチャンスまでね、行かないように頑張ります。みたんママさん来てくれてありがとう。あみちゃんなら絶対大丈夫だよって、あーちゃん頑張る、ありがとう、本当に頑張ります。あみのためにアプリ入れたよって、シュ嬉しい、ありがとう、来てくれて。高本あみです。今可憐なアイボリーさんの新メンバーオーディションを受けさせていただいてて、今予選中です。水着審査あるって、水着審査はないかな、多分ないと思う。セイヤンくんハートありがとう。ケンティーこんばんは、来てくれてありがとう。タクヤくん流れ星ありがとう。天才アミちゃんありがとう。アミちゃんいつも綺麗で可愛い、嬉しい。ケンティーダイエットしてアミちゃんのオフ会に行くんだって、しんちゃんダイエットはしなくてもいいよ、そのまんまでもうね、みんなに会えることが何よりも嬉しい。ハマグリアンちゃんこんばんは、来てくれてありがとう。タクヤくん流れ星ありがとう。ディアスこんばんは、来てくれてありがとう。ロンキューちゃんこんばんは。ゆりちゃんハートありがとう。急だけどめちゃくちゃアミちゃんのイメージ水色すぎるって。水色、ももちゃん嬉しい。水色はずっと私、前のグループでも、その一個前のグループでも水色だった、ずっと担当カラーが。リリーちゃんありがとう。そう、予選中です、最終審査、水着審査ありにしてくださいって水着審査か、ないと思うけどね。よしくんこんばんは、来てくれてありがとう。
シュッフォローありがとう。リリーちゃん定期ありがとう。達也来てくれてありがとう。こんばんは達也くん、来てくれてありがとう。ショールームフォローしてるのアミちゃんだけって、嬉しい。カウくん嬉しすぎる、ありがとうね本当に。最終審査って何やるのって、まだわかんない。最終審査に進んだ人にしか詳細がいかないみたい。めちゃくちゃイメージ通りすぎる。多分ハチワレのイメージ強すぎたって、ももちゃんハチワレか、確かにハチワレね、水色だもんね。そう、リリーちゃん定期ありがとう。医者からも運動して減量してって言われてるって、しんちゃん。あ、そうなの。じゃあ頑張ろう、一緒にラーメン禁止よ。ラーメン禁、ラーメン禁止おはようのオーディションして、髪型もバッチリ OK、 金曜日は頑張らなくちゃ、だって2日会えないからね。ラーメン禁止って、そうラーメン禁止してるの。ウルトラ隊長来てくれてありがとう。電話番号認証してたらポイントになるって、なるよカー君、なります。電話番号認証してるアカウントだったらなるよ。ありがとう。さっき二郎のつけ麺食べました。え、ゆたか君飯テロしないでよ。ちょっとアマビエちゃんこんばんは。シュウさん来てくれてありがとう。ぜひカレー屋さんに入ってほしいって。あー、よしくん絶対入りたい、絶対に入りたい、もう絶対絶対合格、絶対合格したい、本当に絶対合格、絶対合格。もう言霊だから、言葉にね出していく。絶対合格、よかったって。カー君ありがとう。アマビエちゃんバラありがとう。ウルトラ隊員ちゃんハートありがとう。メステロ拍手リリーちゃんアマビエちゃんシャボン玉ありがとう。タツヤフォローありがとうございます。これからよろしくお願いします。アマビエちゃんシャボン玉ありがとう。抹茶さん2回目ありがとう。トミータのつけ麺でハマってるから本番に行きたい所存。ミエちゃんもメステロやめて、ミエちゃんアマビエちゃんシャボン玉ありがとう。アミちゃんにオフ会で会うのなら癒されてしまう、燃やされてしまった髪を生やさないとSK コーヒーじゃ燃やしてないよ髪。達也くんだるまありがとう。メシテロ要員ですって、メシテロ要員やめて。絶対合格アミちゃんのよろしくお願いします。ありがとうリリーちゃん、頑張ります、頑張ります。絶対合格してみんなに直接会いたいし、頑張ります。ほんとみんなで一緒に、だってこれでもし合格できたらみんなで一緒に合格したって感じじゃん。みんなで一緒に合格ってめちゃめちゃいいよね本当に。つけ麺は飲み物ですって、つけ麺は飲み物カレーは飲み物ですみたいにさ、ちょっと今日は味噌ラーメン食べたけどアミちゃんにも食べさせたいって、秀明くんずるいよ。うずしおさん2回目ありがとう。はるみさん来てくれてありがとう。カレー屋さんだとほんと主現場被ることも多そう、応援してるねって。あ、そうなのね。え、しゅんちゃんはどこに行ってるんだっけ。はるみさんバラありがとう。AKB ざんまいさん、天さみちゃん、ゆなラブって、え、ゆなちゃん多分さっき配信しますって通知来てたからいないと思うよ。 AKB ざんまいさんこしあんぱんちゃんこんばんは。はるみちゃんだるまありがとう。ルナタンこんばんは、来てくれてありがとう。はるみさん、あみちゃんずになった151人目ありがとう。いこい、いこい、
だるまもありがとう。こしあんぱんちゃん、ハートとだるまありがとう。たかねこですって。たかねこさん、たかねこさん、しゅんちゃんはもうね、たかねこさんはね、本当にもう大好きですよ、本当。カレー屋さん、夏染め見た、超素敵。あ、本当に、たくやくん、もう頑張る、本当に。なぎでラーメン食べたい。なぎ？もう来たんって、来てくれたよ、 AKB 侍さん。早く主現場で会いたいねって、よしくん。本当にもうみんなに絶対会えるように頑張る。あら、ありがとうございます。はるみさん、ありがとう。あみちゃん、こんばんは。ひろのりちゃん、来てくれてありがとう。あついさん、こんばんは。高円寺の陸橋の横の味噌ってまだあるのかなって、わかんない。高円寺はちょっとあんまり行ったことないか、わかんない。ありさちゃん、来てくれてありがとう。わらっぴ、こんにちは。頭がパーSK コーヒーちゃん、ちょっと私に言ってる、もしかして頭がパー。きらぼし、いろぼし、ありがとう。あみ、ラブラブ。あ、嬉しい。 AKB 侍さん、ありがとう。暑いなって、愛が溢れて暑いよね、もうみんなの愛が溢れて。ひろのりちゃん、バラありがとう。 AKB 侍さん、ハートありがとう。中華そばの手作りスープ、我ながらうまかったって。わ、いいな、いいな、いいな。 AKB 侍さん、ハートありがとう。まなくん、ハートありがとう。嬉しい、ありがとうね。自分だよって、髪もパーSK コーヒーちゃんラブ、 AKB 侍さん。昔からあるホープ券も食べたいなって。ホープ券、ホープ券って初めて聞いた。画面から近いと可愛さがもっと伝わりますね。嬉しい、マナくん、嬉しい。味の素と本出し結構使うけどって。味の素と本出し、あ、えちゃん、こんばんは。えちゃん、来てくれてありがとう。かーちゃん、フォローありがとう。とりあえず1ヶ月早く終わらないかなって、 AKB 侍さん。いや、もう本当にね、もうドキドキです、本当。あ、えちゃんさんだって。お腹が減ってくるよって、しんちゃん。しんちゃん、お腹空いちゃった。味も桃とカツオの風味本だし、来てくれてありがとう。最近来てなかったから無視されたと思ったって。違う違う、今曲選んでた今次の曲を選んでました。えーちゃん、ありがとう、来てくれて。 SK コーヒーちゃん、結婚してありがとう。ミルさん、来てくれてありがとうございます。ドキドキやから2週間以上はあかんってねえ、ほんとにね。にゃんばくちゃん、かわいい、ありがとう。いや、こんばんは、2回目だったんよって。あ、え、そうだったの。多分表示されてなかったかも。ありがとう、えちゃん、来てくれて。わっワッタンツコネさん、来てくれてありがとうございます。 TikTok から来ました。え、嬉しい。ワッタンツコネ、ワッタンツコネ、来てくれてありがとう。嬉しい、ありがとう。にゃんばくちゃん、音符ありがとう。嬉しい、ありがとう。いろんな意味で暑い8月になるねって。ね、
もういろんな意味で暑い8月だよ本当に。ちょいといろいろかぶってて、てえちゃん。そうなのね、えーちゃんありがとうね、来てくれて。リュウジのバズレシピでも味の素使いまくってますからなって。あ、そうなんだ。なんか前さ、なんかさ、なんだっけ、味の素使ったら、なんか私料理部だったんだけどさ、高校の時料理部で、でなんかそのなんだっけ、何の料理か忘れちゃったんだけど、味の素買ってきたらめっちゃ怒られた。家族に、あ、家族になろうよ、SK コーヒーちゃん。あ、ミクちゃんだ、ミクちゃん、テンサーミちゃん、ミクちゃん来てくれてありがとう、嬉しい、ありがとう、嬉しい。大好きなミクちゃん、もう本当に可愛いの、本当にミクちゃん。しかもめちゃめちゃ可愛くておっとりしてるのに、あのダンスもめちゃくちゃ上手っていう、いっぱい教えてもらいました、ダンス、みくちゃんに。ありがとう本当に、嬉しい、来てくれて。料理得意なんだって。いや、料理は料理は得意ではない、そんな。でも得意料理は得意料理はハンバーグです。ラーメン屋さんでも普通に業務用の味の素使ってるけどねって。え、そうなの、えちゃん可愛い、ありがとう。送る意味がわからないけどねって。え、そうそうそう、なんかね、ちゃんとなんかそういうの調味料とかじゃなくってみたいな、なんだっけ、なんかね、料理部で味の素使ったらダメでしょって関係中くん。なんかレシピ調べたら味の素って出てきたの、お手軽調味料だから味の素本出しって。そうそうそう。ね、怒られちゃった、調味料買ったら。また会いたいよって、みくちゃん、私もだ、本当に嬉しい、来てくれてありがとう本当、また会おうね本当に、嬉しすぎる。みんなみくちゃんもフォローお願いします。時短が一番よって、そう、時短が一番だよね、そう。まあでも部活だからね。バズライトオブザイヤーちゃん、こんばんは。あ、アスカちゃんおはよう、来てくれてありがとう。塩も砂糖も使わないのかって、いや本当だよね、本当だよね、そう、本当に。懐かしい料理部、昆布や鰹節を使って出汁汁取らないとって。そうそう、なんかちゃんと出汁を取らないとダメでしょって言われた。クアさん、豆腐ドーナツさん、ポヨさん、来てくれてありがとう。あ、えちゃん、アミかわいい、尊い、結婚してありがとう、えちゃん嬉しい、ありがとうございます。はやたん好き、嬉しい、ありがとう。みくちゃんハートありがとう、嬉しい、ありがとう本当に。味の素もっともっと高もっと。もう本当に、なんせ我が家は醤油、酒、みりん、ごま油は大量に消費しますって。あ、本当に？合宿仲間の結束力は強いって。そうなの本当にさ、もうありがとうみくちゃん。審査員さんよろしくお願いします。え、審査員さんいらっしゃる？審査員さん、審査員さん来てくださってありがとうございます。高本亜美です。いらっしゃる？いらっしゃるかな？来てくださってありがとうございます。私は、もし、カレンナイボリーさんの新メンバーになることができたら、4年間アイドル活動で培ったことを活かせるように、そしてグループに貢献できるよう精一杯頑張ります。今まで叶えられなかった夢を大好きなカレンナイボリーさん、そしてずっと小さい頃から、聞いていた、ハニーワークスさんの楽曲で絶対夢を叶えます。よろしくお願いします。あと曲
一曲歌わせていただきます。わあ、どうしよう、何の曲にしよう、どうしよう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 、これにしよう。僕らはきっとすごくないを歌わせていただきます。あ、緊張する。せーの、最高の仲間がいて、最高の夢を持って、君に見せたい僕らの決意。こんなはずじゃなかった、うまくいく信じてた、勝手に描いてたあの頃の僕。スタートの合図はもうすでになっていた。誰も待ってくれないこの世界では、一人ならきっと理解はしてた。仲間いるから、君がいるから、青春をリベンジ。僕らはきっとすごくない、特別でもない、未来はきっと怖くない、僕らは知ってる。諦めなかった人が特別になること、最高の仲間がいて、最高の夢を持って、君に見せたい僕らの本気。ありがとうございます。音ちっちゃくして、審査員さんも来てくださってありがとうございます。高本亜美です。カレナ・アイボリーさんはずっと大好きで憧れのグループさんで、事務所に所属した理由の、所属させていただいた理由の一つでもあります。絶対カレナ・アイボリーさんのグループで夢を叶えたいです。精一杯頑張ります。よろしくお願いします。コメント読みます。そう、やばいやばい、料理部の話してた、やばい、もう味の素の話してた、ずっと、あ、気を振ってました。ありがとう、みんな教えてくれて。あすかちゃんハートありがとう、ハートいっぱいありがとう。あすかちゃん頑張ってるか、相変わらずか。え、吉野くん来てくれてありがとう、久しぶり。マックフロントミルさん、こんばんは、いらっしゃいました。6位の位置ありがとう。火事にも気をつけますいや本当に、火事にも気をつけます。受験さん大歓迎、フォローお願いします。ありがとう、しんちゃん、いい選曲だねって。そう、僕らはきっとすごくないでした、いつものあみちゃんで OK。 ありがとう、かーくんも素敵な選曲ですねって、優しい、みんなありがとう。ひろのりちゃん、流れ星ありがとう。審査員さん、高本あみちゃん、よろしくお願いしますって、ありがとう、本当に、あー嬉しい、みんな審査員さんにみんなもアピールしてくれてる、ありがとうございます。精一杯頑張ります。ハチワレが好きです。チョコと餃子も好きです。ラーメンも好きなんですけど、オーディションのためにラーメンを食べないで控えてます。かんきちくんペンライターありがとう。もこちゃんかわいい、嬉しい。けんじくん流れ星ありがとう。リリーちゃん音符ありがとう。けんじくんレインボースターありがとう。ひろのりちゃん流れ星ありがとう。しゅんちゃんのりたまちゃん、音符ありがとう。カラオケ始まってたってありがとう。リリーちゃんも音符ありがとう。のりたまちゃん流れ星ありがとう。はるみさん音符ありがとう。わったんつコネフォローありがとう。これからよろしくお願いします。
リリーちゃんも音符ありがとう、パチパチ拍手ありがとう、審査員さん、アミちゃんたち、アミちゃんは私たちの太陽ですって、嬉しい、みんなの太陽になれるよう頑張ります、拍手ありがとう、音符もありがとう、しげちこんばんは、もこちゃん流れ星ありがとう、アミちゃんは逸材って嬉しい、審査員さん、アミちゃん可愛くておしゃべり面白くていい子です嬉しい、ありがとう、みんなもレインボースター拍手、ハチワレ可愛いって、そうハチワレ好きです、絵も描けます、イラストも描けます、アミちゃんはカレー屋さんにとって癒しの存在として必ず必要な人材だと信じてまして、イススちゃん嬉しい、そんなこと言ってくれて、審査員さん、アミちゃんはどうかよろしくお願いします、あ、レイくんもありがとう、カナメくんこんばんは、天中くんバラありがとう、アミちゃん絶対合格、アミちゃん我慢できずバイト早退してきた、え、ポちゃま嬉しいポちゃまバイト早退してきたの、ありがとう来てくれて、アミちゃんは可愛くて癒し系ですって、嬉しい、みんなありがとうね、天中くんシャボン玉ありがとう、え、審査員さん来てたのって、そう審査員さん来てくださってた、うん、超緊張したんだけど、審査員さん、カレー愛さん現駅メンバー説って、え、どうなんだろう、審査員さんってどなたなんだろう、何の方が見てくださってるんだろうね、でもあのカレンナアイボリーさんの審査員さん2人、2つアバターがあってあるから、多分ハニーワークスさんと多分カレンナアイボリーさんかな、審査員さん、アミちゃんの優しい人柄に僕たちはメロメロです、ありがとうね、トラテツちゃんもみんなありがとう、カナメ、カナメくんバラありがとう、ひよさんこんばんは、来てくれてありがとう、はるや初見です、ありがとう、審査員さんどんな印象を持ったかなって緊張したんだけど大丈夫かな、大丈夫だったかな、審査員さんへ、あみちゃんは人生においてモチベであり大事な癒しですって、ありがとう、いいアピールできたと思うよって、本当、うん、ありがとう、審査員さんがメンバーさんなら逆に浮気がバレてしまっているって多分メンバーさんではないと思うけどね、多分、ヒドルさんこんばんは、お寿司の絵文字さんこんばんは、キラ終了ありがとう、 AKB 三昧さんありがとうね、いや緊張した、審査員さんは普通に別のお仕事を持たれている方と聞いたことがありますって、あ、そうなんだ、なんかコメントも緊張するねってね、ありがとう、みんなあのカラオケ中も音符とかさ、あので盛り上げてくれたり、あのコメントでも私のことをね、あの宣伝というかいいところとかも言ってくれてアピールしてくれてありがとうございます、本当にとっても助かります、ありがとう、超緊張した、めちゃくちゃ気抜いてたよね、気抜いて味の素の話してたもん料理部で味の素買ったら怒られたんだけどとか言って、ゆるゆるさん来てくれてありがとう、わらわらわらありがとう、本当に、最高仲間がいて最高の夢を持って君に見せたい僕らの本気、 K さん2回目ありがとう、審査員さん僕も審査員にしてください、きっと多分ちゃんと審査しますポチャマねえ、みんなが審査員さんだったらいいのに、びっくりした、ずっと味の素のお話してたからって、え、私全然さ、あの表示されなくてさ、みんなが教えてくれて、あのカラオケ 歌い始めたぐらいに6位のところに審査員さんがパッて見えて、あ、いたと思って、いらっしゃったと思って、あの何、めっちゃ多分時間の多分ラグみたいなのがあるんだと思って、結構ありがとう、だからみんな教えてくれてありがとう、本当にリリーちゃん本当ありがとう、圧倒的1位に選びますって、嬉しい、もうしゅんちゃん
ナウマンちゃん、天さん、アミちゃん、ありがとう。アミちゃんアピール頑張ったねって、ありがとう。気がついた人すごいって、カー君ね、ありがとうございます。もうあのもし気がついた方があのいたらすぐ教えてください。本当にスポンサーに味の素がついてくれたらって確かにスポンサーにねついてくれたらね、もうありがたいですね本当。あ、ゆうとさん来てくれてありがとうございます。あつやくん、あみちゃん、あみちゃん、あつや来てくれてありがとう。こんばんは。緊張した、もう超緊張した。8割が好きですとか言っちゃったもん。8割は洗濯物で釣られてるのではありません違う、これなんかさ、なんだろう、なんかインパクトっていうか、なんか覚えやすい感じにしたくて8割がいるっていう。審査員ってわかるんだって言うとさ、審査員さんは壇上の6位のところにいらっしゃるとアバターが見えます。50万ポイント以上差をつけれるとか、さすがアミちゃんズパワーって。いや本当にみんなのおかげです、本当にありがとう。もう本当にありがとうございます。いやもうなんか緊張したからなんか緊張した、ちょっと緊張しました。きらぶし、いろぶし、ありがとう、ありがとう、見えてるよ、ありがとうね。8割が審査員かって、8割が審査員、審査員さんが入室しましたって表示出てきた。あ、本当に、しゅんちゃん、ぜひぜひ教えて、その時は。ラーメン解禁って、かーくん、ラーメンは解禁じゃないよ。合格できたら、合格できたらラーメン解禁です。今日はオレンジの表示で入室しましたって出たけど、なかなかアバター現れなかったって。ああ、そうだったね、ありがとうね、リリーちゃん、本当に教えてくれて助かりました。本当にイカちゃん、2回目ありがとう。それなら俺もバレるかって、ゆうとさん、そうですよ、バレます。審査員は必ず6位に現れるからねって。そうだね、そう、審査員さんは6位だから。僕の馬先の店長が審査員さんだったらどうしようって。ポチャマポチャマもうありえなくはないからね。無地自然さん、こんばんは。その時は審査員さんに帰ってもらおう。なんでよアミちゃん頑張ってるって、カー君頑張ります。ちょっと審査員買収してきますねえ、もう本当にドキドキだよ本当。どんな子を、どんな子がいいんだろうね、新メンバーとして。でも私もその実際に前のグループで新メンバーオーディションがあって、で、オーディション受けて入ってきてくれた子がいたんだけど、そう、それその時にやっぱなんだろう、その時に私は審査員をする側だったので、なんかどんな子が欲しいかなって思って、もし自分が、もう恐れ多いんですけど、めちゃくちゃ恐れ多いんですけど、自分がメンバーだと考えた時にどんな子が欲しいかなって思ったら、でもやっぱりなんだろう、根性とかね、なんか実力も大事だし、あともう根性だよね、実力と根性。ノーリさん、ハートありがとう。ノーリくん、ピノさん来てくれてありがとうございます。根性、そう、根性は、自信、自信、嘘、
地震大丈夫？嘘、地震来た？私は全く揺れてないよ。大丈夫？揺れてる？平気？一番大事なのは熱い気持ちやろうって。確かに気持ちも大事。その前のグループ今日リングで見ましたって。あ、葵ちゃんリングで見ました。リリーちゃんはーって。大丈夫？みんな大丈夫？無事ですか？みんな無事？実力と根性って。かーくん、実力と根性ね、大事よ。根性優先ってことねって。いや、そういうわけじゃないけど、根性最優先ってことじゃないけど。そう、でもみんなが審査員さんだったらどんな子欲しいと思う？ワイの貧乏ゆすりかもみーちゃんあ、恋愛小説家さん来てくれてありがとう。新メンバーの条件が約束を守る子、連絡の取れる子そうなんだよね。そう、本当にさそんな感じだったからね。やっとコメントできる。レイくん何してたの？レイくん、お疲れ様だよ。終わった？すいません、俺がジャンプしたから地震が来たのか。ハチワレちゃん元気って。元気だよ、ハチワレちゃん元気に、ね、ニコニコです。今のカレアイさんはアミちゃん美女で合格って。カツちゃん、もう優しい。カツちゃん電車乗ってるからわかんないって。エちゃん確かに電車乗ってるとわかんないよね。アミちゃんの座右の銘は根性。座右の銘座右の銘か。座右の銘ね、座右の銘、確かに座右の銘欲しいな。カタバンさんと一緒に出てましたって。葵ちゃんもう懐かしいもん。アミが欲しい嬉しい。レイくんも合格したい本当に。 SK コーヒーちゃんバラありがとう。エちゃんもアミが欲しいって言ってくれてる、嬉しい。アミがいい、アミがいい。メンタルが弱くないことは重要ですねって。まあね、そうだね、それはそうだね。アミカマ欲しい。アミカマアミカマ。リリーちゃん可愛くて癒し系で根性がある確かに可愛くて癒し系で根性がある、大事。アミが欲しい。デキンデキンじゃないよみーちゃんとりあえず契約事項を守ることでしょうねって。まあそれはね、それはもちろん。書かないといけない書類書いてて声は聞いてたよって。あ、レイくんありがとうね、声聞いててくれたのありがとう。間違えた、アミが欲しいアミが欲しい。アミがいい、アミがいい。アミタンタンメン、アミタンタンメン。座右の、僕の座右の銘は抜き足差し足忍び足ですなんで？カマトロは美味しいよね。カマトロアミちゃんが欲しい、嬉しい。カー君もみんなが審査員さんだったらいいのに。アミちゃんは実は体育会系って。しんちゃん、でも確かにちょっと体育会系なの。わかんない、どうだろう、どうなんだろう。アミ交換してくださいアミ交換しません。声から癒し、嬉しい。シンプルに炊きたてご飯で TKG 食べたい。それはね、絶対もう間違いないもんね。ちょっと充電します。熱血アイドルアミ熱血アイドルアミ、うん、でも本当になんかいろ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 経験したからこそかな。なんか私もアイドルも経験して、普通の人生というか普通に働いたりもしてみて、それでもやっぱりアイドルとして
もう最後にやれるだけもうやりたいし、もう人生をかけて私はもうアイドルをやりきって、やりきって人生が終わってもいいと思ってるくらい、本当にアイドルに全ての人生を捧げたいなって思ってる。卓球部も体育会系なんじゃないっていやまあ卓球部はちょっと、まあまあまあ卓球部も頑張ってやってたんだけど、そう、えちゃん雷雷あみちゃんは冗談抜きでカレー屋さんにとって必要な人材だと感じてますって、いすずちゃん嬉しい、もう頑張ります、もう絶対入りたい本当に。あみちゃんがいじる意外な一面かーくん、あみちゃん今日もアリーナがいっぱい、皆様ありがとうございます本当にアリーナあ、後ろ向きちゃん来てくれてありがとう、こんばんみちゃん、かんきちくんハートありがとう、終わってはダメですって、いや本当に終わってもいい気持ち、本当にそういうそれくらいの気持ち本当に。ポレロ2回目ありがとう、50歳になってもアミちゃんはアイドルってことねっていやもうね、一生アイドルでいたい本当に、アイドルで、もうアイドルで人生終わりたい、もう本当に暑すぎて床まで熱気でびっしょりなライブ会場から見てるって、大丈夫後ろ向きちゃん、J ナカムこんばんは、来てくれてありがとう、カレー屋に入って頑張ってほしいって、よしくん入りたい本当に、もう神様仏様、二階席にもレスくださいって、二階席アリーナ二階席、女の子男の子後ろのやつ新しくなってるって、そう新しくしました、えちゃん尊いありがとう、あみちゃんって呼んでいいって、もちろん呼んでください、ぜひあみちゃん嬉しい、カレー屋さんに入ったらあみちゃんは遠い存在になるのって、そんなことないよそんなことない、カレーのアイボリーさんに入らせていただくことができたら毎日ショールームも配信し続けるし、なんならあの何会える機会も多くなるじゃん、私逆に私がみーちゃんに会いに行くこともできるかもしれないし、逆に近い存在になるよ、ポチャマ飲み物ありがとう4つ、ハートもありがとうポチャマ、はいってリリーちゃん、あ可愛いねって、キョムキョムありがとう嬉しい、メガネラガン伊達メガネっていうレス回りいいねそれ、有名になったら特典会秒で剥がされちゃうってそんなんもう、高本様って呼んでいいですか、えちゃん高本様、えいいよいいよ、アミ様ってアミ様って呼んで、ももるんこんばんは、はーって東北遠征って、兄ちゃんそう東北遠征もねできるかもしれないし、やばい寝落ちってたって、レイくんおはようおはようおはよう、やばい待ってあと30分しかない、高本様オレンジ天才アミちゃんありがとう、神様仏様アミ様オレンジハートありがとう、アミ様ってかなめくんね、もう神様本当にお願いします、大喜利始まるのかってやるよ、お絵かきします今から、たくみさん来てくれてありがとう、アイドルになりたい気持ちが強いって、いや本当に本当に頑張ってるねって、えマロンちゃんありがとう嬉しい、あみちゃん専用のコール叫びたいって言いたいことがあるんだよ、
やっぱりアミちゃん可愛いよ、好き好き大好きやっぱ好き、やっと見つけたお姫様、俺が生まれてきた理由、それはアミに出会うため、俺と一緒に人生歩もう、世界で一番愛してる、愛してる、えらいって嬉しい、マロンちゃん声が癒しすぎてってレイくんおはよう、お絵かきするよ今から、ぽちゃまアミ様、かんきちくん3連ハートありがとう、 CK ちゃん来てくれてありがとう、承知しました、今後高本様としか呼びません、え、なんで、待って、えちゃんやだやだ、嘘嘘、やだやだ、嘘です、嘘嘘、今日はドッグフードよりも優しいって、どうでしょうか、どうでしょうか、ダメだちゃんこんばんは、釈迦になったら異次元に飛ばされちゃうお釈迦様、あ、マロンちゃん、クマちゃんありがとう、嬉しい、アミちゃんコール打ちますって、しゅんちゃん嬉しい、もうダメだちゃん、シャボン玉ありがとう、アミお嬢様、アミお嬢様中村モンドちゃん、もうダメだちゃん、シャボン玉ありがとう、アミの声で起きれると幸せだって、レイくんおはよう、起きて高本様、ねえ待って、みんなやめてやめて、えちゃんかわいいギフトありがとう、結婚してもありがとう、どんなことも乗り越えてゆける、家族になろうよ、エスケコーヒーちゃんグー早いよ、大喜利大会始まるよ、じゃあ姫様とかどうって、姫様普通に名前で呼んでください、みんな大好き高本ピアノって、それ竹本ピアノね、ごめんなさい、お風呂入ってました、マナくんおかえり、まさしこんばんは、ケイスくんバラありがとう、ヨッシーこんばんは、みちゃん、赤ひろこん、天才みちゃん、マナくん声かわいよ、嬉しい、家族になろうよ、行くよ、問題出すよ、1問目いきます、これは何の絵でしょうかコーナーに行きたいと思います、いきます、じゃん、これは何の絵でしょうか、1問目、第1問、じゃん、俺アミ姫違います、キラボシロボシありがとう、電卓ブブー、電卓ブブー、第1問目で電卓ブブー、みんな電卓、関数電卓ブブー、電卓ブブー、電卓ブブー、 MacBook ブブー、電卓ブブー、 3DS ブブー、 DS ブブー、あ、正解、正解です、マナくんパソコン正解、ポチャマパソコン正解、電子辞書、あ、えーちゃん惜しい、ガラケーブブー、ビトンのバッグエアコンのリモコンブブー、ガラケーブブー、パソコン正解、すずちゃん、コンパクトブブー、ノート PC 正解、 SK コーヒーちゃん、なって、カツちゃん、はーって電卓でした、やばい、瞬殺されちゃう、ドッグフードをきれいに並べたやつ雑すぎひん、ゲームボーイ、キーボード少なすぎでしょ、書ききれなかったんだもん、シーズーちゃんハートありがとう、おろし金難しかった、正面から見たバス違うよ、ルイ・ヴィトンのバッグかパソコンで迷いましたパソコンでした、ハセちゃんマンこんばんは、来てくれてありがとう、え、 MacBook もパソコンやから正解でしょ、まあそっか、確かに正解です、リンタクも正解、それでどう打つのか教えてもらっていいですか立体感が足りんって、え、なんで、いやでもみんなすごい、みんなすごい、私のさ、あの考えてることが分かるようになってきたんだから、2問目書きます、昔の Mac そんな感じ、え、そうなの、詳しくこうやってこうやって打つの、
アミちゃんマン、カレーアイさんなれるといいねって。ハセちゃんマン頑張る、絶対なるよ、絶対なるよ。寝起きでボケれんかったおはよう。ボケなくていいんだよ、タイの神社の鐘第2問目ででん、打ち方が電卓やんけワープロじゃねそれって。まあパソコンだよ、パソコンでしょどう見たってさ。チョキ早いよ SK コーヒーちゃん。確かに CBMPET2001 というパソコンに似てます。そうだよ、それそれ、おやまくありがとう、全部エンターカレー屋さんの推しがやめちゃったので、アミちゃんも入ったらまた行くよって。え、嬉しい、ハセちゃんも入れるように頑張ります。パソコンではありません、パソコンです。これがアミちゃんクオリティです。マイコンでしょ、 MSX ちょっとわかんないけど、ちょっとわかんないけど、第2問目第2問目いきます。キラキラ輝くお姫様、アミちゃんこと高本アミです。今日も可愛いですよね、綺麗ですよね、可憐ですよねありがとう中村モンドちゃんありがとう、可憐な可憐な高本アミになれるように頑張ります。自信たっぷりなこともすごい第2問目いくよ、いくよ、いきます。じゃーん、これは何の絵でしょうかこれ何の絵でしょう。このコーナーだけ高本様に強く言ってもいいと思ってる時間あるんだから見て描けばって、見て描いたら分かっちゃうからさ。京介こんばんは、何何って、空豆ブブーな、ブブー、ピスタチオブブー、カールブブー、ハートブブー、アミちゃんの口ブブー、ピスタチオブブー、小指ブブー、カシューナッツブブー、パックマンブブー、マシュマロブブー。ありがとうリレーちゃん定期、そう23時までです。ピノのハート型ブブー、キーちゃん2回目ありがとう、パックマンブブー、港で船をケールするところブブー、ピーナッツブブー、リーゼントのカツラブブー、指先ブブー、ヘルメットブブー、あ、たま、あれだ、たまごっちの口パッチの口だブブー、エルボー違います、柔らかな二重鍵かく、あ違う、のぞみちゃん、ヘルメットブーブー、アミちゃんの奥歯、餃子の食べかす付きやめてよ違うし、グミ違う、カツラ違うよ、シュウくんこんばんは、いちごのパピーのお菓子の一切れ、それコメントできるものって、できるものだよ、私は持ってる、みんなは持ってるかな、マガダマブブー、ハート型ウイルスブブー、コーナーをガードするやつブブー、ホタテブブー、眉毛ブブー、パックマンブブー、シジミじゃないよ、ハセちゃんマンハートありがとう、ソラマメじゃないよ、あ、え、待って、すごい、マナくん正解、マナくん2問とも正解です。ワイヤレスイヤホン、エアポッツでした、正解、俺の心臓レイくん、レイくん、あの正解出ました、エアポッツです、レイくんの心臓じゃなかったよ、しじみじゃないよ、つけ爪じゃないし、京介くんハートありがとう、え、すごい当てたね、エアポッツに謝ってなんでよ、アミちゃんが持ってるもの癒し、嬉しいリリーちゃん、はーって耳に入れられんやろ、そらじろうの口、ってエアポッツってこんな形だったって、こんな感じでしょ、ユーミン2回目ありがとう、え、何イヤホンって何か知ってるって、クサって言われてるんだけど、こんな感じでしょ、音漏れすごそううどん、うどんじゃない、やり直し、うどん、京介ハートありがとう、難しいって、今日の絵はパソコンとエアポッツでした、これは難しい
違います、違くないよ。今日の絵はパソコンとエアポッツでした。パチパチ。もう今日はマナくんが2問とも当ててくれました、ありがとう。多分それ耳の中に全部入るよ。難易度高かった？電卓じゃないよ、全然ちゃうやろ。ごめん、俺アミポッツは持ってません。アミポッツ持ってないの？パチパチ、ありがとうリリーちゃん。俺も持ってるので、もしかしてと思ったらって。すごい、アミちゃんにデジタルは早かった。名探偵すぎるってね。芋虫ポッツ。エアポッツだよ。今日は両方無理でしたねえ。えっちゃん強引すぎるとこ好きよって。パソコンとエアポッツ。異議ある方は受け付けません。今日もお絵かきありがとうございました。えちゃんかわいい、ありがとう。8割も納得してません。いや8割納得してたよ。もう後ろからね、あのね、あの後ろからこう私の耳元でささやいてくれて、あみちゃん絵上手だねって言ってくれた。何かに似てると思ったらミジンコだって。ミジンコ？え？ミジンコ？今の絵が？私が？私？私がミジンコに似てる？今の絵が？受け付けない、わらわらわら。アミちゃんやっぱりドSだわ。メモメモ。今からヤマダ電機行って確かめてきます。やばいやばい。いいよいいよ、全然いいよ。意義ないことない、意義ないことないってことはあるってことか。今の絵、今の絵か、よかった、びっくりした。私急にミジンコに似てるって言われたのかと思った。という夢を見たんだねって。 CK ちゃん違うよ、アミちゃんってド S なのって。え、わかんない、どうだろう、みんながド M だからね。アミちゃんなわけないじゃんって。びっくりした。イオさん2回目ありがとう。大喜利初見さん、初見風さん、皆様懲りずに明日もご参加ください。ありがとうリリーちゃん、毎日ねお絵かきコーナーやってるので、ぜひぜひ明日も当ててください。もう一回見せてって。いいよ、店員さんにこれ欲しいですって試してきたい。試してみて、絶対わかるよ店員さん。キラボシ、色ボシ、ありがとう。その絵をカレン愛さんに見せて回答をもらってみようって。確かにね、もし入らせていただくことができたらぜひやりたい。トマーキくんこんばんは。テレビじゃないよくわちゃん、パソコンだよ。犯人の似顔絵描いてくださいって頼んだら一番描かせちゃいけないタイプ。確かに優秀な店員さん、審査員さんにも見せましょうって。審査員さんやばいよ本当に。店員さんに見せるためにスクショしました、やばい。なかなか絵が芸術的でいいですねって、ありがとうね本当に。未来のピカソだからさ。もっちさん初訪問ありがとう。明日聞いてきますって。え、待って、え本当に聞いてよ、じゃあ絶対だよ。ドンキにいるから何か何店員さんに見せてよいって。いいよ、こんばんは、今日も可愛いね。 XYZ ちゃんこんばんは、来てくれてありがとう。かーくん大丈夫だよ。あみちゃんの声聞いてたらいつの間にか寝落ちしてた。え、おはよう竹本ちゃん。100キラ完了ありがとう、銀のカラス。竹本ちゃんハートもありがとう。日本人が発音する英語はネイティブからしたらこれくらい分かりにくいのかもって。
どういうこと？聞いてわからなかったらどう責任取ってくれますって。それは店員さんがなんか新人さんなのかもしれないし、そう、店員さんの問題、それは私の絵の問題じゃないと思う。色星ありがとう、みんなきら星、色星ありがとうございます。見えてます。いやいやぜんぶぜんぶ網のせいかも。店員さんの力量って、そうだよ。店長出してもらえますか店長さん出してもらおう。その時はイラストの通じにくさを英語の発音にと例えてみましたねえ、私が外国人みたいな感じでさ、やめてよ。なんか見たことあるなと思ったら、さっきバイトで見たアヒージョの中のエビだポちゃんは何のバイトしてるの？アミちゃんはいじられるの苦手って。え、アミちゃんいじられるの苦手だと思うそんなことないよ。マックスさんフォローありがとう。これからよろしくお願いします。 XYZ ちゃんハートありがとう。そろそろ15分前なので最後の締めに行きたいと思います。あ、えちゃんいつもの駅に着いたので明日見れたら見るねって。明日待ってるよ、えちゃんありがとう。リリーちゃん定期ありがとう。 XYZ ちゃんハートありがとう。かんきちくん3連ハートありがとう。マックスさんこんばんは。お高めのレストランと引っ越しバイトだよって。あ、そうなんだ。レストランすごいすごい。アヒージョ、アヒージョめっちゃ美味しいよね。アヒージョ大好き。一緒にお寿司食べたいってカウくん。お寿司いいね。お寿司めっちゃ好き。しうちょ、しうちょさん、ひろきさん来てくれてありがとうございます。色星もありがとうね。きら星、色星ありがとう。見えてるよ、ありがとう。アミージョアミージョチキン、チキンオアビーフ、チキンオアビーフCA さん私はチキンだからチキンでお願いします。最後締めいくよ、みんな。今日も配信来てくださって本当にありがとうございます。今日はさっき審査員さんが来てくださったりして、もう本当になんかちょっと久しぶりにめっちゃ緊張したなって感じだったんですけど、みんながいっぱい審査員さんが来てくださってる時にも、私がカラオケ歌ってる時に音符で盛り上げてくれたりとか、ギフトで盛り上げてくれたりとか、あと審査員さんに私のことをねアピールしてくれるコメントをたくさん言ってくれたりとか、本当にみんなにたくさん助けられました。本当にありがとうございます。そして今日からね、これもちょっと新しく八割ちゃんも付き加えて、この紙もこの何後ろのやつもリニューアルしたので名前がもっと見やすくなったんじゃないかなと思います。一人でも多くの方にこれからも知っていただけるように精一杯頑張ります。予選が明日と明後日で終わって、でまた準決勝決勝って進んでいくんですけども、絶対合格して最終審査まで行って、最終審査も絶対合格できるように精一杯頑張ります。今日も配信ありがとうございます。そして、最後に今1位の壇上1位のポチャマに腹話術でお礼を言いたいと思います。今日はモップくんとの配信なのでいきます。ポチャマは今日も配信来てくれて本当にありがとう。バイトだったのに早退して配信見に来てくれて、 TikTok の方も来てくれて本当にありがとうございます。大切な時間を一緒に過ごせて本当に嬉しいです。絶対合格してポチャマに
会えるように精一杯頑張ります。絶対ポチャマ会おうねポって言えない、ポって、ポチャマ会おうね、絶対絶対合格頑張ります。ありがとうありがとうございます。え、ベビちゃん今日ライブでアワコイの曲を知らないグループが歌ってた。え、ほんとに、なんでだ、カバーしてんのかな。こんばんは、アリブルちゃんありがとうね、来てくれて。ブルーちゃんハートありがとう。今日も可愛かった、嬉しい。しゅんちゃん、カーくん可愛い、嬉しい。取りに行ってきた忘れ物を食べて美味しかったですって。お寿司、え、いいな。 Windows のローカルネームあみつきですお願い、あみちゃん審査員さんに気がついてない時は教えてくださいって。ありがとう、本当に教えてください。 Windows、 マネちゃんハートありがとうね。天然ガラスちゃんバラありがとう。グッさんこんばんは、声が同じリムルちゃん流れ星ありがとう。トミーちゃん、アミちゃんズになった152人目ありがとう。天然ガラスちゃん、リムルちゃんギフトありがとう。幸せ、もうバイトやめたろうかなポちゃんも本当に頑張ってて偉いよ、ポちゃんも、よしよしありがとう。ポちゃまに口を隠そうってポちゃま、ポちゃまアワコイってまだ活動してるのって。え、 してないよね。かんきちくん流れ星ありがとう。ドンキのコンシェルジュにこれ買ってきてって言われましたって見せたら、何ですかこれって言われた嘘、本当に見せたの。 SK コーヒーちゃん、続いていけば一国道になれるよって同じ事務所の新しいグループかもって。うん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 、なるほどね。投げキッスしてほしい、ありがとう。これだけで救命士の国家試験頑張れますって。え、頑張ってね、ポチャマ、試験頑張って、頑張れ頑張れポチャマ、頑張れ頑張れポチャマ。なるほどってみーちゃん行きます。じゃあ壇上を読みたいと思います。本日の壇上を読ませていただきます。今日も配信ありがとうございました。壇上読みます。第13位、ちびパパ。12位ヨッシー、13位、ん違う、13位ちびパパ、12位ヨッシー、11位中村モンドちゃん、10位ブルーちゃん、9位かんきちくん、8位もこちゃん、7位リリーちゃん、6位おやまーくん、5位えちゃん、4位あちゃん、3位いすずちゃん、2位マロンちゃん、1位ぽちゃまー、ありがとう、ありがとう。邪魔ちぃ、ポチャマ1位ありがとう。入ってありがとうね、みんな。かーくんありがとう。Amazon プライム会員だから Amazon ミュージックでアワコイのアルバム聴いてるわって嬉しい懐かしすぎる。私は次の桜が咲く頃までにはっていう曲が一番好き。次の桜が咲く頃までにはもっと近くで笑いたい、もう後戻りなんてできないよ。スクショできなかったポチャも、もう一回はーいってありがとう。サワさん、はーいってリリーちゃん、いすずちゃん、かんきちくん、ひろのりちゃん、あちゃん、いすずちゃん、かーくん、リリーちゃん、あちゃん、みーちゃん、おやまーくん、ありがとうって、ありがとう。ズーホンハートありがとう。今は亡き〇〇あみちゃんを
の幻を重ねて見ていましたって。あーベビちゃんでも嬉しい本当に。スクショしようとしたら電源落ちたって。ポチャマできたかな。じゃんけんじゃんけんするよ。気持ちだけはあって、ありがとうみーちゃん、スクショ OK って。次の桜好きですってね。私もそれが一番好きかも。野良猫も好きだけど。もっちーこんばんは。しげちゃバラありがとう。あみちゃんの目の前が宝石箱をヘビロテで聞いてみるねって。ぜひぜひ。できたよ、ありがとう、大好き、よかった、一括拍手ってありがとう。本当にみんなありがとうございます。そう、なんかでも結構本当になんか久しぶりにたまに聞いたりする。私もあわこい、あわこいっていうグループにいたのね私。前に、前の前に。しげちゃこんばん、みちゃん来てくれてありがとう。野良猫懐かしいって。野良猫懐かしい。その野良猫っていう曲が一番最初の1曲目の曲だったんだけど、なんか私が野良猫になったんだよって、野良猫になったこと気づいてよっていう曲。可愛かった。僕からしたらアミちゃん応援しているみんな1位だぜって。ポチャマね、本当にみんな1位だよ、ありがとう。本当に拍手ってありがとう。聞きたいって、ぜひサブスクにもあるから、ぜひよかったら聞いてみてください。聞いてみて。あ、12位だったんだ、ありがとうって。中村もんだちゃんありがとうだよ、本当にありがとうね。うん、本当に1ポイントからでもとっても力になるし、あのコメントとかも審査員さんが来てくださった時とか、こうコメントで盛り上げてくれるのも本当に助かります、ありがとうございます。車のオーディオ外してたら泡恋の CD 入ってて懐かしいってなりました。懐かしい。最終日は何のコスプレかな、ワクワクって。最終日はどうしようかな、あっち向いてほいって、あっち向いてほいもやります。あのね、準決勝の最終日は浴衣配信します。浴衣着る、浴衣。今聴いてる次の桜って、ありがとうね、ありがとう。ぜひぜひよかったら。ジョークも大事かもって。ジョークも大事あ、熱って、熱熱い。あのそう、浴衣着ます。だから絶対来てください、準決勝。最後じゃあじゃんけんして終わりたいと思います。今日も配信聞いてくれてありがとうございました。あっち向いてほい可愛すぎて顔動かせないんだけど嬉しい。行くよ、浴衣楽しみ、楽しみにしててね。浴衣配信激アツね。あ、そういうことか、激アツ浴衣配信、お楽しみに。じゃんけんして終わります。あみちゃん明日の配信時間見直してねって。はい、ありがとうリリーちゃん。そうだそうだ、明日の配信時間も今日と一緒にしようかな。ちょっとファンルームにもまた書きます。もこちゃんありがとう、浴衣よかねって。グーパーグーグー、いくよ、いきます、終わります。せーの、高本あみちゃん、じゃんけん、じゃんけん、パー。パーでした。毎日してるのって、毎日してるよ。チョキパーパーでした、見てるしってバレた。パーでした、今日のじゃんけんはパーでした。アンパンチ勝った、負けた、パーでした。であっち向いてほい、アイコーアイコー。今日はなんかめっちゃ眠いって、あ、おやすみだよ、ありがとうね竹本ちゃん。あばー春日あ、俺の嫁、ありがとうレイくん、嬉しい、ありがとう、嬉しい、ありがとうありがとうレイくん
なしな顔なしなところもいつも紳士なとこもどんなレイくんも好きだよ。ありがとうレイくん、俺の嫁嬉しい、ありがとうね。本当に勝ちました、勝ちました。掛け軸拍手、お疲れ様、ありがとうしゅんちゃん。最近はサインは B ハマってる、サインは B、 ちゅうりゃおいうりゃおい、おやすみおやすみ。あみちゃん可愛い、嬉しい、ありがとうね。またね、また明日、また明日ね、また明日も配信します。ありがとうございました。予選明日と明後日で終わりです、頑張ります、最後まで。ありがとうございました。明日は幸運日だからサマージャンボ宝くじを当たったら当たるかも、当たるかも。あみちゃんは B 好きって、あみちゃんは B。 またねって、またね、のぞみちゃんもしんちゃんもこちゃんまびえちゃんりりちゃんもありがとう、みんなありがとう。れいくんおやすみ、ありがとう。血液型ねって、かおくん、そう B 型です。私はい、じゃあありがとう。いすずちゃん、 XYZ ちゃんもまたね、ありがとうございました。しげちゃんおやすみ、バイバイ。しゅんちゃんおやすみ、ありがとう。かおくんおやすみ、夢で会いましょう。みーちゃんもぽちゃま、 SK コーヒーちゃん、おやまーくん、ありがとうございました。